はあ、まゆかちゃんっぽい部屋だね。そうかな。ああ、本がもうびっしりあるしうさ、ん。高さもきちーって揃ってるし。なんかね、揃ってないと気持ち悪いなって思っちゃうんだよね。まゆかちゃんっぽいな。辞書入れる？普通。本棚に。あれね、神保町の古書を扱うお店があって、そこで買った辞書なんだけど、意外と引くよ。真面目だね、なんか。ああ、面白みのないお部屋でごめんね。いや、そんなことない別によ。面白くないでしょ。なんか整理整頓され尽くしててさ、本当に性格が出てるよね。なんか音楽聞く。え？シューベルとか、シューベルト？それかポップス、歌謡曲がいい。いや、そんな聞き方しないよ、普通。なんか変なこと言っちゃった？いや、変っていうかさ。ああ、なんかね、ちょっと真面目すぎるっていうか、ん？なんか、コーヒーの染みついちゃってるよ、ここ。本当だ、さっきカフェに行った時。わあ、じゃあ、早く落とした方がいいんじゃない？そうだね。あ、じゃあ着替えちゃうから、ちょっと後ろ向いててもらえる？今、オッケー。もうすぐ着替えちゃうから。絶対こっち見ないでね。はい。よいしょ。あれ、これちょっと。あ、肌にまで。ああ、もう、こんな染みちゃって。あ、スカートも？もうやだ。もう、ああ。よし、できた。ごめんね、お待たせ。よいしょ。なんかアレルギーあった？ちょっと花粉症、花粉症、ああ。今発症しちゃって。ちょっと前まで実家の猫がここに来ててね。だからアレルギー出ちゃったのかな。そうかもしれない。あんま今までなかったんだけどさ。よかった。早く気づいたから、シミも落ちそ本当？う。でもさっきのカフェ美味しかったね、ケーキ。美味しかったよ。チョコレートケーキも、ショートケーキも、チーズケーキも美味しそうだったけど、やっぱりミルクレープ頼んでよかったなって思って。で、ね。ブラヒモ。何？なんだっけ？何、ブラヒモって。なんか考え事してた？実はさ、見ちゃったんだよね。お化け？お化けより怖いものを。ああ、なんかマクロクロスケとかいそうって言われるんだよね、この部屋。いや、真っ赤なやつを。真っ赤な紐？紐？何言ってんの？あやとりのはしごみたいな。は？いや、どうしたの？そんなんだと思わなかったじゃん。だって何言ってるの？見ちゃったの。あ、下着？ 私ね、基本的にああいう下着しか着けないの。もっと見る？あるけど。ほら、ほら、ほら。ほら、もっとはしごをちゃんと見たいでしょ？ほら、鼻血で。